こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日も、災いの塔をやっていこうと思います。第20層までクリアできたんで、第21層から、25層まで、いけたらなと思ってます。でメンバー変えてません。でリエリ、ゴーセル、リリア、エスカノールでやってみたいと思います。ちょっとね、事前情報とかもうないんで、もう思いっきり初見で全部、今のところ初見で全部クリアできてるんで、まあこのまま初見で全部やってみようかなと思ってますと。で、なんだっけこれ、羊っぽいやつ羊のなんか化け物みたいなやつ、はい、っていう感じで、まあ一旦デリエリランクアップしてバフつけて攻撃入れてって感じですね。もうワンパターンです。はい、正直ワンパターンで攻めてます。まあこれで通用するかがちょっとわかんないんですけど、まあこの第20層以上とかになってくるとやっぱ通用しなくなってくるとは思うんですが、ちょっとこれでやってみたいと思います。で攻撃封じですね。21層は攻撃封じがあると。でまあ一応回復してかな。ただ回復したとしてもね、どうでしょうまあデリエリ削りきれない。いやまあ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 攻撃封じ入る、デリエリの、いやこれやばいな。もしかして全員攻撃封じ入る、これやばいね。みんな攻撃封じされちゃうとやばい。さあどうしようランクアップしかないんだけど、まあゴーセルのね攻撃がありますね。まあ、一応打っとくかって感じ。一応打ってみるが、しかし、まあ、削り切るっていうところまではいかないと。でうざいな、また攻撃封じとかされるとさ、必殺が痛い。これゴーセル自治ですね。やばいなこれ。あれいきなりつまずいちゃう感じかこれ。いや攻撃封じうざいね。うーわもうやだ、攻撃封じしないでマジで。いやもうどうしようもないじゃんねこれ。どうしようもないですよと。うざいですねうざいなここ。なんや。攻撃封じはうざいな。いやー、邪魔くさいな。邪魔くさいなっていうか、うざいな。普通に。まあ、デリエリバンバンだよね。もうデリエリバンバンです。もうデリエリご了承です。もう撃てるときに撃っとかないと、攻撃封じされちゃうんで。うんざいな、ほんとに、もう。右側が、まあ、いい感じに削れてるんで、早く削り切って、あと、なんだ、真ん中の羊を倒したいですね。なんだろうね、羊かな。まあ、こうしますか。とりあえずこれで削り切りたいっすね、右側。はい、削り切りましたと。で、真ん中も、まあ、入るダメージが。で、あとはもう余裕か。わお、リリアやべえ。おお、ギリ耐える。リリアギリ耐える。うざい。マジでうざい。まあ回復しときながら、まあワンチャンっていうか、ワンチャンもないもないか。勝てるは勝てるのか。まあ正直ね、21層にしちゃ追い込まれたんじゃないかなって感じですね。なんかまあ別のパーティーがいいのかな、わかんないけど。おう、リリアもやられる。
リリアちゃんやられちゃう。まあこれはもうね、デリエリでいっちゃいましょう。ほら、ああ58,000、あと一発はね、まあこれ必殺入れて実地でしょう。攻撃封じ、必殺来る。うーわ、めっちゃ削れるやん、やべ。うーわ、やられた。あれ意外にあれね、追い込まれたね。結果まあデリエリワンパンで終了ですが、意外にやられた。はい、っていう感じで、まあ一応21層もクリアですね。なんとかクリア。危ねえ。でまあこの調子っていうか、この調子だとまずいんだけど、まあ22層まあやってみようと思います。16万、投球ネクロマンサー投球16万ということで、まあまあまあ、でもあの試練のと、他の試練のとシーズン1とかの試練のととかに比べると、もう全然余裕ですね。やっぱり余裕ですね。このね、右サイドのゴーストちゃんがうざい。あ、これ復活ついてんのか。左から行くか。左のゴーストちゃんから行きますか。いや、これでね、削り切りたいんだけど、削り切りはしないと。特殊戦技発動して、相手のデバフが解除されちゃう。忍耐。この、ネクロマンサーの、攻撃、本当に、弱いね。弱くてビビるわ。まあ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 、いいんですけど、まあランクアップしてかな。で、必殺技術削りつつのデリエリワンパンで行ってもらいたいです。これでいけ、デリエリ。 OK、 ナイス。まあまあまあ、一匹倒す。で、これ忍耐耐える。あ、このちっちゃいゴーストちゃんがうざい。いいダメージ入るんだよね、意外に。思ってるより見た目の割には強い。まあとりあえずね、もうゴリゴリ削ってってですね。削って。 OK。 あれ、耐える。なんとかゴーストちゃん耐えちゃいましたね。うざっ。しかもこっちのバフが消されちゃうっていう、ちょっと嫌ですね。バフ消されちゃうのはちょっとえぐいね。で、攻撃力減少を入れられた。まあでもいけんじゃね。うん、ああ真ん中が先に倒れちゃったね。右が残って、で最後デリエリディッチキー。オッケー、これで22層クリアですね。 SSR 確定武器のチケットゲット。うん、まあこの調子でもう一回いきます。で、なんだっけ、あ、これ、あ、回復するやつかこいつ。で、投球は173,000と。回復するやつですね。これね、長引くから嫌なんだよね、回復されると。で、まあ、右サイドから削りたいっすね。まあ、デリエリと相性いいんで、右サイドから削っていく。ただ、ダメージがそんな入らない。思ったより入らないっすね。はい。やべえ、リリアやばくね。リリアやられちゃうよ。うん、その調子だとちょっとやばいっすね。
一応右狙いでいます。で回復しといて、一応ね回復しなくてもいけるとは思うんだけど、一応念のため回復してですね。ただね、相手も回復、相手っていうかね、このモンスターも回復スキル持ってるんで、まあめんどくさいね。削っても削っても回復されちゃうからめんどい。ただしかしランクアップして、でも削っていくしかないっすね。削ってあんまり入らない。お、特殊戦技使った。復活ついてますね。復活ついてるの厄介。しかも回復される、それも厄介。リリア倒されちゃうのも厄介。まずい、まずいな。大丈夫かな、いけるよね。信じるよ、俺はこのパーティー信じてるよ。いけるさ、いけるいける。まあ、一旦ワンパンで済ませますか。で今必殺入れて削り切って、で必殺入れて相手の必殺ゲージ削る。でこれで削りきれない。まあ復活したんかな。いやこれさ、バフさ消えないのいいね。オッケー。バフ消えてないのはオッケー。だいぶいい。あとはもうデリエリとエスカノールでの火力でもゴリ押しですよ。ゴリ押し。ゴリゴリですね。うわー、デリエリのさ、バフがいいね。えぐいことなってんね。あ、どういうこと？はいはいはい。でまあ攻撃入れてジッチですね。という感じで、これ何層だっけ ?23? 多分第23かな。ですね、第23層クリアで、次が、東京18万7000と。で、リリアですね。次、リリア。OK。普通のリリアですね。まあ、普通とは何ぞやってな感じだけどね。まあ、覚醒前リリアだね。いや、リリアのね、ガチャか。欲しいな、リリア。リリア欲しいけど、ですね。まあ、ダイヤないんでね。引けない。で、真ん中リリアの両サイドがなんか、魔法使いっぽいっすね、なんかね。やば、眠気がやばいですね。よいしょ。いや意外にリリアのダメージ入ってますね。ちょっとリリアのねダメージをねあんまり入れたくはないんだよね。おーっと、すいません。充電が、あれですね。やっぱりこの、充電がなくなるのが一番の敵ですからね。はい。なんで、充電なくなる前にこれ、蹴りつけたいですね。オッケー。デリエリー強い。デリエリー強いですね。やっぱね、一番の敵は充電がなくなるっていうのが一番の敵ですね。
こう動画撮ってて充電がなくなっちゃうと動画撮れてないっていうのが多々あるんでマジで多々あるね。あと僕よくやるのがマイクをオンにするの忘れてて声が入ってないとかね、もうそれはもう致命的ですね。声入ってないやんみたいな、あ、いや、あえて入れてないやつもあるけど、だいたいこういうのは入れてるんで。うん、あと喧嘩祭りとかね、喧嘩祭りはもう全部入れてますね。声入れながらやってるみたいな感じなんですけどね。よし、でランクアップして、でまあ適当です、適当に攻撃あれば攻撃入れるし、なければデリエリのバフをつけるだけです。はい、はいはいはい、まあデリエリのバフつけてぶん殴れば一発っしょと。はいはい、ランクアップしてリリアのバフをがっつりつけて、でしかも回避もある、で必殺たまる、必殺ぶっぱしてジチーでしょ、必殺ぶっぱジチーですよ。で、あ、回復されるか、めんどくさいな本当に、回復持ちはめんどくさいですね。なんつんだろう、時間が長くなんだよね回復あるとね、粘られて。喧嘩祭りもそうだけど、あ、でも最近はねフェスとかそういう感じなんかな。おお、やられた。まあ必殺もまあまあ痛いっすね。うーん、痛いね。まあでも耐えましたね。うわー、回復2枚あんの、えぐいね。まあこれはもうデリエリジチーにしたいですね。デリエリで一発こうバチコーンって入れてほしいね。オッケー、ジチー。まあこれでリリアも倒せましたよと。はい、という感じで、第24層もクリアですね。25層、まあこのまま行きたいですね。おお、等級20万ということで、ちょっと飯変えますね。まあちょっとね、一応先制取りたいんで、まあ20万以上になるようにしときましたと。で、まあ等級20万のリリア強そうだな、このリリア。あ、しかも一体なんだ。私の力を認めることが、変身する。なるほどね、ここのあれもあるんだ、変身するところから始まるんだね。覚醒リリア、覚醒リリア強そうだな。バフとか消されちゃうよね多分ね、つけてても。とは言いつつも、まあちょっとね見てみますか。受けるダメージ、あー、女神族、はいはいはい、はあ、種族不明のキャラにも入れると。なるほどね、ちょっとはよくわかんないけど、まあいけんじゃない、わかんないどうだろう、いけるのかな。まあやってみます。まあ普通にバフ入れてかな、で攻撃入れて、攻撃入れて、まあそんなに削れない。いやー、バフ消されちゃうかな、デリエリの。あ、ゴーセル狙いなんだ。まあゴーセル狙いだったらね、でもやべえ、ゴーセルもう死んじゃう、これ死んじゃうよ、これ。これや
ダメだよ。ダメだよこれ。いやでも結局どうしよう。バフ消されちゃうからな。多分あれも消えたよね。あー消えてはいないんだ。なんかあこれかフリーシューターか。フリーシューターで消されちゃうんだ。うざいね。まあうざいけどもうね、ブッパだよブッパ。必殺ゲージ削りもないし、もう攻撃ブッパですよもう。いや3万か。3万ね。あれやばい、これデリエリも死んじゃった。これやばいな。デリエリも死んじゃったし、まあ、エスカノールが残ってくれれば御の字。あーまあまあまあ、スキル回しして回復すっか一旦ね。ちょっとエスカノール残したいからね、回復して逃げたいですね。なあ2万2000か。何パックだったこれ。4回攻撃ぐらい。3万かける4みたいな感じかな。3万じゃない、3万だったらダメだ。3んいくつ、5000かけ4ぐらいか。でエスカノールでガツガツ削ってって行きたい。で必殺溜まったら必殺ゲージ削って、まあ相手に2回しか攻撃させないようにしときながら、まあここはねエスカノールでゴリゴリ削ってほしい。で、あーむずいね。ねえ、まあこのままゴリゴリ削っていきます。もう必殺も打たせたくはない。まあ合計6万か。まあ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 いけんじゃね、いけない。あー耐える、耐えて、耐えるでしょ。 OKOKOK ギリ耐える。もうこれもエスカノールしかないからね。ゴリゴリ削っていけ。オッケー、エスカノールで GG ですねっていう感じで、まあ今日っていうか、まあ今回は試練の塔じゃないや、災いの塔25層まで初見でクリアできましたぞっていう感じですね。まあ多分皆さんもうすでにクリアしてると思うんですが、まだやってない方もやってみたらいいと思います。報酬も美味しいんでね。はい、っていう感じで今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。